足の怪我で公演に出れなくなってしまった時、誰より悔しくて辛かったと思うのに、キュンマートのバレンタインデー動画を作ってくれたり、ショールームで実況配信してくれたり、キュンマートのエプロン作ってみたり、自分のできることを一生懸命やっているカレンタンの姿が私たち7人をより熱くしてくれました。それからナンバトル決勝大会の時に使用した仮面も徹夜で一つ一つ手作りしてくれました。あの仮面がなければ今この恋ラブ公演はできていないと言ってもいいくらいです。本当にありがとう。キュンマートっていう最高の居場所も一つ増えたので、辛い時は支え合いながらのびのびカレンタンらしく活動してほしいです。二十歳の目標は、19歳の時もシングルの選抜に選んでもらい続けることが目標って言ったんですけど、二十歳はもっともっと前に行けるように、フロントメンバーになれるように、なれるようにじゃなくてなりたいです。それが二十歳の一番の目標です。